先生は大学院を卒業されて、ずっと医局に所属されて、はい、今までキャリアのアップをされてきているわけですけれども、えーえー、具体的に2つ教えていただきたいんですが、キャリアを単に続けるだけではなくって、うん、キャリアアップを目指すために工夫された点は何かということと、2>, うん、2つ目はあの、医局の中で、うんえー、責任ある立場に今までついていらっしゃって、 で、そういう地位で、まあ責任あるものを地位につくっていうことがま、どのような変化を実際にもたらしてきたのかということについて、ちょっと教えていただきたいんですけれどもわかりました。あのキャリアアップのための工夫をした点なんですけれども、決してそのキャリアアップを目指したわけではないんです。ただ、あの自分自身が研修医だった時にこの？ えっと、病院のシステム上、かなりその、何て言いますか、コ効率なところも多いとか、働き方に関して、一、えー、人の人を、まあ、一日中拘束するようなやり方はあのいかがなものかとか、このような状況では、例えば子供を育てたり、家庭を持っているっていうような人に対しての配慮はどうなんだろうかっていう疑問を持ったんですね。で、その時はただ、まあ、疑問を持っただけで、 あの何ももでできないですもちろんただそれが自分が、まあ、もしそういう、うん、と立場あの改革できるような立場になったら何ととかしたたいなと思ったんですねでその、まあ、チャンスといいますか機会ができたのが除去になってからで,で病院内で電子カルテっていうシステムが立ち上がってカルテの中に、まあ、いろんな情報であるとかを盛り込んであの 診療を標準化するっていう機会があったので、そういった時にもっとあの効率が良いことと、まあ効率が良いだけではなくて、医療事故とかミスとか起こりにくいようなシステムに変えようと思って、そこでかなり頑張って、いろんな科の先生と一緒に結構遅くまで議論をして、11時とか、12時とかまでやったこともありますけれども、それであの苦労をしながら、 あのシステムを作ったんですね。で、それがまず原点で、で、それを、まあ、きっかけにですね、いろんな他との連携が大切だなとか、他の科のやり方はこんな工夫があるんだなとか、自分が知らない、あの、情報がだんだん目に見えてくるようになってきて、で、あの、自分の科にもいいものは取り入れるっていうような形でしてきました。で、えっと、そのキャリアを、まあ、アップしてね、あの、 立場的にもいろんなことを経験して、さっき言いました、医局長であるとか、あと病棟の副医長とか、外来医長とかを経験するたびに、まあ、少しずつやり方を変えてきたんですね。で、そうやることで、えっ、ー、と、自分自身にとってのメリットは、その、何て言いますかね、自分自身の働き方に、まあ、合わせるわけじゃないですけれども、それでもやっていける過程があって、子供がいる、まあ、女性の医師でも、 同じように働いていけるような環境を作ってくるっていうことにおいてそのキャリアは役に立ったと思います。